足りないんじゃないですか。もっと頼んだ方がいいんじゃないですか。全然言っちゃってください。全然食べさせないです。あれ練習の時ゲボ吐くかもしれないですけど。なんか先ほどのトップブライツの話題になっちゃうんですけど、はい、石渡さんも指導者として活躍されてるんです。でも石渡さん出たいって言ってましたよね。トップブライツ。寒天マンみたいにマスクしてない。いや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 、全然いけますよ。一人紹介したやつがいるんですよ、野村っていうのが。空手やってる。そうです。でも、キミなんですよ。けど、珍しいですね。寸止めでムキムキって。うん、大学どこ行ってました？帝京です。あ、帝京ですか。じゃあ、多分自分の兄貴も帝京の大学だったんですよ。多分知ってますよ。そうなんですか。うちの親父が、帝京の空手部の初代なんですよ。あ、そうなんですか。まあ言ってましたよね、親父空手やってたんです。親父がいつも、あの堀口の前蹴りはあれは空手なんだよっつって、お前もどのこうの、お前の前蹴りはどのこうのっつって、ダメだっつって、はいはい、言われてました。あれを見習えっつって。親父の影響だと空手絶対やりますよ。いや、なかったんですよ、そういう環境が。入った学校に中学校の柔道部があって、はいはい、それでまあ柔道部始まって、はい、クレイジー選手は作新ですね。はい、そうです。で、高校卒業してすぐクレイジー D。 そうですね、はい、自分は高校の時キッドさん見て、あのスタイルなんか俺もできると思って。普通そうは思わない。本当ですか。いや、もうあの空手の飛び込みが結構似てて、うん、で、あのスタイルならできるなと思って、絶対俺でもなれると思って高校卒業して、キッドさんのとこに弟子入りしてきましたね。入れさせてくださいって言ったらすぐ入ると思う。もうキッドさんは普通に、おお、いいよみたいな。明日から来いよみたいな。はい、しかも結構速攻でスパリングパートナーやってた、ね、そうですね。周りにいるボクサーとか分かりますよ。ボクサーとかになんか靴がなくなったみたいなこと言われて、おめえなんだよみたいな感じに言われて、自分その時ボクサーのこと知らなくて、はい、誰だこいつと思ったんですけど、よく調べたら、そのキッドさんの、そのまあ、弟子っていうか、はいはい、仲いい後輩みたいな、出てきて、あ、そういう感じなんだと思って、ちょっとこう、いじめられてて、最初に。一番最初スパーリングとか出たら、自分寸止めだったんで、ボクサーが当てなかったんですよ、当てなくて、向こうガチで、やっぱあの MMA のスパーリングガチで来たんですよ、でそこで鼻血出てちょっとボコボコにされて、こいつマジってやろうと思って、そっから火がつきましたよ。西尾大さんはそういうのなかった？最初ジム入った時ボコボコされて。いや、ありますよ。あ、待って。最初どこ入ったの？ガッツ。え？ガッツマン。ああ、もう誰が入ったの？マッハさん。もろやりそうじゃないですか。入って、プロの選手とお前ちょっとやってみろって。柔道やってたから、はいはい、決めちゃったんですよ。はいはい、プロの選手を。はい、そしたら、先生が出てきて、お前ちょっとやるぞって言われて。で、決めさせてくれてんのかなと思って。はいはい、取れちゃったんです。はいはい。で、なんかタップしないから、はい、折れちゃうなと思って話した。はいはい。こんなとこ、ボコボコにされて、はい、けさ固めて息止められて、こうやって、はい、僕、窓の外から逃げようとしたんです。窓から殺されると思って、はいはい、窓から逃げようとして、はい、戻されて、はい、またそれやられて、はい、なんてとこ来ちゃったんだろうかって、はい、月謝払って、入会金払って、なんでボコボコにされて、なんで何してんだと思って、はい、だけど、なんか、はい、逃げたくないと思って、はいはい、ずっと言ってた感じ で、うん、でも若さんがいると、はい、靴があるから分かるんですよ。ああ、はいはい、それ見たら帰るんですよ。なんですか。でまだ格闘技打撃系一切やったことないから、はいはい、ガチスパやろそれ。相手にもならないし、はいはい、ただバン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 って何人も倒れて、うん、救急車が1台2台来て終わりなせいですよ。だから靴見て、はい、ぶっ込んで帰るんですよ。
やばいっすね。ガチスパはやるから、うん、もう殺されないように強くなるしかなくて、はいはいはい、っていう感じです。僕はあのそのガッツマンで息止めみたいな練習があったんですよ。バーってみんなバタ足して、まあ、木口先生からの流れなんで息を止めるんですよ。でみんなバーって吸っちゃうじゃないですか。僕そのまま吸わないで失神したりとかしてたんですよ。俺とかあれですよ、息止めの練習とかして、あ、してたんですね。あの、まあ、クレイジービーじゃなくて、うん、作新とかでやってて、はいはい、全然普通に鼻から吸ってましたよ。止めてるふりして、あーっつって吸ってましたよ。まあ、確実にそれが正解です、はい、で持たないですよ。堀口選手の存在を知ったのってどのくらいになるんですか？デビュー前からなんか、キッドさんのスパーリングパートナーしてるやつがいるみたいな噂を聞いてて、で、僕、デビュー戦あれですよね、北沢タウンホールですよね。北沢、そうですね。で、それ僕、生で見てたんですよ。うわ、嫌なやつ出てきたのって。マジで思ったんですよ。すっごい嫌な気持ちになったの覚えてて。あの、堀口選手のデビュー戦の相手が、結構ね、強いって言われてたやつだったんですよ。え、誰でしたっけ？川田蘭君。あ、そう。そいつに対してもちょっと嫌な感じだったのに、なんかそれを、ボコボコにしてたんですよ。すげえ嫌なレスラー出てきたと思ったんですよ。で、うわ、レスラーじゃんって思ってたんですね、その時は。で、それがレスラーじゃないって聞いた時に、また嫌な気持ちになって。すっげえ嫌な気持ちになったんですよ。なんて嫌な気持ち、本当に。だってその、強いやつが出てくるって嫌じゃないですか。嫌だったんですよ、自分だけが強いと、なんか面白くないじゃないですか。まあ、自分だけが強い方がいいですね。間違いなく。そこは考え方の違いですね。間違いなく。まあでも強いやつと強いやつがいないと盛り上がんないじゃないですか、この業界。でもそう思えるまでは結構その、ある程度自分が強くなっていったら強いやつと戦いたいなと思って。それこそ本当に堀内選手との1回目の戦いが決まった時は、こう自分の多分限界まで引き出してくれるだろうなと思って。だからすごい楽しみだったんですよ。ワクワクして。堀口選手はシュートで活躍されて、はい、で、高橋さんファンクラスでやられて、で、巡り巡って VTJ で、ね、初めて試合にして、当たった時ってどういう気持ちだったんですか？やるってなったのか。最初、その、もうちょっと前の段階でどうかなみたいな伺いがあった時があって、その時は僕嫌だったんですよ。まだ、そんなに名前が、まだ知られてない時に、そのデビュー戦の時から見てるから、あんな強いやつ絶対やりたくないっつって。名前が強いって知られたら、それを超えたら意味があるじゃないですか。自分は、そうですね。あんまり何にも気にしない。別に何も考えてもいないです。あ、こいつね、みたいな。いや、こいつね、じゃないですけど。あんまりその、自分はそのオファーに対して断んなかったですね。こう、ライジンが旗揚げされて、で、あの、堀口選手が、参戦を表明して、はいはいはい、その時にも石谷さんも、じゃあ俺も行くぞっていうやっぱ感じだったんですか？いや、正直、全然やりたくなかったですよ。絶対勝てないと思ってました。バンタム級トーナメント、ちゃんと決勝まで。でも、その、あのトーナメント成立させるためには、僕がなんか対抗馬としてちゃんと立たないといけないなっていうのはすごい思ってて、全然やりたくないけど、ここはもう命かけてやるしかねえみたいな感じでした。いや、やっぱきついっすよね。僕3日で3試合やってるんですよ。堀口選手もあの時記憶喪失になっちゃう。そうです。僕も記憶喪失です。もう二度とやらないでほしいですね。多分海外では絶対やらせないですよ、僕の試合を。その時僕ペティスと練習してて、はい、その試合前に、はい、ペティスに試合があるんだっていう話をして、いつ試合なんだっつって29日、はいはい、でその後31日あるよって言って、はい、って言って、はい、31日もう勝ったらもう一回あるよって言ったら、はい、クレイジーって言って。そうなりますよ。先ほど塩谷さんが撮影前に着替え、フィル選手が着替えてる時に、はい、私はあんなに喋らなかった、はいはい、石谷さんもこう言ってますけど、はい、全然喋んなかった。
ずっとポイントしてて、2人で人見知りし合ってたんです。